S&WM-76 はアメリカ合衆国のスミスウェッソン社が開発した短期艦銃である。カール・グスタフ M-45 かつてネイビー・シールズをはじめとするアメリカ軍の特殊部隊ではスウェーデン製のカール・グスタフ・メートル -45 を特殊作戦用短期艦銃として採用していた。アメリカにおいて M-45 は K ライフルや スウェディッシュ系と通称された。1966年頃、ベトナム戦争に対するアメリカ合衆国の介入が本格化する中、戦争に対し中立の立場を取っていた、スウェーデン政府は、台米武器輸出を全面的に停止した。こうした中で M45 の代用品たる特殊作戦用短期間銃の需要が生じ、S&W 社が開発を提案したのである。 開発は1966年を通じて行われ、1967年には設計が完了した。1968年、電気発火式の 9mm ケースレス弾薬を用いるモデルが試作された。このモデルでは、トリガーガード前方に電池ケースが設けられていた。射撃に問題はなかったが、弾薬自体が損傷しやすく、後に、プロジェクトは、 放棄されている。最終的な海軍からの発注は数千丁程度に止まった。その後は警察及び民生市場向けの銃器として販売され、1974年に生産が終了した。総生産数は6千丁程度だった。S&W 社による生産が終了した後、引き続き M76 を使用していた海軍や警察組織においては、 消耗部品の調達や修理を行うことができなく、なっていた。1980年、マイク・レプリンガーとケネス・ドメニックが経営する、重機メーカー、MK アームズ社は、M76 の消耗部品の生産に着手した。同社は、カリフォルニア州、コロナド海軍水陸療養船基地に駐屯する、ネビー・シールズ・チーム1と契約を結び、 1980年代に MP5 短期間銃が新規採用されるまで消耗部品の供給を続けた。その後、MK アームズは自社製 M76 クローンである MK760 の販売を行った。S&WM76 はオープンボルトシンプルブローバックの作動方式であり穴開け加工した重心放熱カバー、円筒形の機関部、 この字型の折りたたみ式の重傷など、デザインの大半を M45 から着用している。レシーバは、汎用品のシームレスパイプにトリガーメカニズムを収納する、ハウジング部が電気溶接で接合された構造となっているため、専用設備がなくても大量製造が可能である。また、手動安全装置を兼ねた。 回転式のセレクターが追加され、セミオート射撃が可能になっている点、重症の折りたたみ方向が左側に変更されている点などが M45 とは異なっている。M76 は1970年代に制作された米国映画によく登場し、メディアの影響から生産数以上に一般人の間でも認知度が高い。とこ2013 P303AB スミスウェッソニー SW モデル76サブマシンガン。ワールドガンズ RU 2015年11月2日閲覧。カールグスターベ M 45スウェディッシュ系。マクブサグリビングヒストリーグループ2015年4月28日閲覧。ABCD ザセミオート MK 760 smnllarmsreview.com2015 年11月2日閲覧 e n ファイル t a k i n g o f p e r a m 1 2 3 j p g ありがとうございます。